レオ・ジョゼフ・ライアン・ジュニアはアメリカ合衆国の政治家、民主党所属。カリフォルニア州第11区選出の連邦会員議員を務めたが、1978年にガイアナで人民寺院の信者に殺害された。彼はサイエントロジーや統一協会を早くに批判していた。ナオ・ライアンは職務中に殺害された唯一の連邦議会議員である。 その死後、1983年に議会名誉黄金勲章を授与された。1925年5月5日にネブラスカ州林カーンに誕生した。幼少時にイリノイ州、フロリダ州、ニューヨーク州、ウィスコンシン州、マサチューセッツ州に住んでいた。1943年にネブラスカ州の高校を卒業すると、ベーツ大学で訓練を受け、 同年から1946年まで海軍軍人として潜水艦に乗務した。ネブラスカ州のクレートン大学において1949年に学士号を1951年に修士号を取得した。高校で歴史教師として働いた後、1956年から1962年までサウスサンフランシスコ市議会議員を務めた。この間、 1958年に25区からカリフォルニア州下院議員に出馬したが共和党のルイス・フランシスに敗れた。1962年にサウス・サン・フランシスコ市長に、ついで27区のカリフォルニア州下院議員に選出された。1972年に連邦下院議員に当選した。エルロン・ハワードのサイエントロジーやムンソン・ミョンの統一協会といった カルト宗教団体を批判し、1973年11月3日には、ジョン・ゴードン・クラークに破壊的カルトに関する健康被害について証言させた。このスピーチに先立って、カルト宗教によって回収させられた若者やそのために、子を失う被害に遭ったその親たちが彼の最大の懸念であると述べた。サミュエル・アイ・ハヤカワ・ジ議員と共に、パトリシア・ハーストを擁護し、 大統領御社を働きかけた。ジム・ジョーンズ率いる人民事委員が建設した町ジョーンズタウンにおいて、信者に対する虐待や人権侵害があるという疑惑が浮上し、元信者の父親であるボブ・ヒューストンと親しかった。ライアンは調査に乗り出すこととなった。彼は自らのスタッフ、信者の家族、報道関係者を引き連れ、ジョーンズタウンを視察に訪れた。4日後、 ライアン一行は帰国希望者を連れて、ジョーンズタウンを去った。しかし、人民寺院の信者たちが一行を襲撃し、ライアンら5人を殺害した。ライアンの遺体は、カリフォルニア州サンブルーノのゴールデンゲート国立墓地に埋葬された。また、フォスターシティには彼を記念した、レオジェイライアンメモリアルパークという公園がある。ありがとうございます。